それはね、ちょっと違うかなと思ったので、今回は上げておりません。まあ、スピネの件は許さないけどね。スピネの件はマジで許さないけれども、クエスト攻略もさ、楽しかったよね。皆さんこんばんは。今回も幻獣契約2話をしていきたいと思います。今回は、リリース当初からサービス終了まで、戦闘面の感想ということで、敵の HP や火力、キャラのスキル、特殊能力など、戦闘面に関して遊んでいてどうだったか話していきたいと思います。まずね、まあ何回も言っていることなんですけれども、幻獣契約はアプリゲームなので、リリース当初からインフレに関してものすごくね、心配をしていて、正直なところ、約3年程度でゲームバランス崩壊でサービス終了するんだろうなぁと思っていました。っていうのもね、俺もたくさんのアプリゲーム遊んでます。その中で、やっぱりね、その、数値がね、おかしくなったりだとか、あとはね、その、ゲームバランスの崩壊でサービス終了していったゲームっていうのをたくさんね、見てきているので、なのでまあね、幻獣契約もね、神ゲーなんだけど、まあ、3年続けばいいぐらいかなって、もうリリース当初はね、思っていました。なんですけれども、少しずつね、新しい特殊能力を追加したりとか、スキルの倍率や連撃数などを増やしたので、遊んでいてね、特別ゲームバランスがおかしいなっていうこともなく、とてもね、楽しく遊べたなと思っております。はい、ということで、まあ、感想をね、いくつか挙げたんですけれども、まあ、悪い部分もね、いくつかあげようかなと考えたんですけど、なかなかね、出てこなくて。で、まあ、出てこないっていうことは、まあ、編集していて、やっぱりね、神ゲーなんだなっていうのをね、再認識しましたね。まあ、あげようと思えばね、あるんだけど、でもそれはね、戦闘面なんで、今回は。なので、まあ、連投イベントで、ね、もうついているはずのない先生ついてるのおかしいんじゃないのとか、ね、潜在解放おかしいんじゃないのとか、それはね、ちょっと違うかなと思ったので、今回は、あげておりません。はい。まあ、言いたいことはね、山ほどあるところはあるんですけどもね。はい。ということで、一番上から、紹介していこうと思うんですけれども、まず1個目ですね。個人的には、ステータス、神話の難易度は一切問題なしということで、まあ、これはね、手持ちとかによってね、こう、神話の難易度とかね、違うとは思うんですけれども、なんですけれども、俺が言いたいのはそこではなくて、そのやっぱりね、ゲームってやり込んでいくものなので、なので最初から、まあ、やっていた人じゃないとね、わかんない話に なってくるんだけど、最初からね、ティラノサウルスに挑むっていうことを、まあしないわけですよ、本来だったら。なんで、もう最初は、ね、原初の神話、デスフェニックスとか、そういうところからね、こう始まってみんなこう段階を踏んで攻略していくので、まあそういうね、しっかりと攻略の段階を踏んでいくっていうところを踏まえたら、ほんとね、神話の難易度って、お化けじゃないし、全然。全然ね、こう、いい感じで調整されているなっていうところが、あったので、なのでね、まあその、ね、神話によっては難易度おかしいなっていうのももちろんあるんですけれども、ちゃんと考えれば攻略できたし、ましてね、まあ下の方にね、ちょっと書いてあることと、同じような話をしてしまうんですけれども、その幻獣も使えたりっていうところもあったりとかしたので、そういうところでね、しっかりとね、ゲームバランスは取れていたんじゃないかなと、思っているので、なのでね、その、神話の難易度も、ね、全然、玉物前とかのね、和風の神話、日本神話とかもそんなに、難しくなかったので、ね、すごくいい調整だったんじゃないのかなと、思っております。続いてね、これはね、ほんとね、戦闘面で、もう誰しもがね、やっぱり今回の演出どうなんだろうなって、ね、見たりすると思うんですけれども、っていうのも、ね、幻獣契約って、神話なんですけど、ほんとね、登場シーンがめちゃめちゃね、かっこいいんだよね。うん。で、まあ、BGM も神っていうところで、もうそれをね、見たさに、やっぱりね、その、高難易度をやりたくなるっていう、そのやる気がね、出るっていう部分にも繋がるんですよ。これね、ものすごくね、いいシステムだなって俺思っていたんですよね。ほんとね、もう毎回挑むたんびに、ね、そのムービーが見れる。何回でも見れるんですよ。設定でスキップすることもできるんですけど、やっぱりね、幻獣契約といったら、そのストーリー性と演出、BGM っていうところを、やっぱり俺はね、
真に楽しむべきだと思っているので、なのでね、そういう演出をね、一回見ただけでもうその後ね、クリアしたら出てこないっていうゲームもあったりするじゃないですか。でも原樹契約は毎回その登場の演出を見ることができる、これ神だなと思って、ね、今回ちょっと入れさせていただきました。はい、続いて、特定の幻獣が神話でも使えた、これはねもう一番目の話で言っちゃったんですけれども、そうなんですよね、昔のそのリリース当初の幻獣ってそんなね使えるみたいな感じの幻獣が多かったんですけれども、まあ後半になってからその幻獣もほんとねガチャ幻レベルのあのステータスになってきたりとかして、そういうところでやっぱね高難易度の神話の救済になっていたりとかもしたので、ねゲームによってはさね攻略なんていうの、あの高難易度のね攻略をしてもなんか使えないキャラばっかだなみたいなゲームあるじゃないですか。でもちゃんと幻獣契約はあのそういう幻獣もしっかりと使うことができたので、まああのリリース当初はね本当に何このキャラみたいなものが多かったんですけれども、まあちゃんと後半からねそういうところも、ね、こう修正というかしてねあの使えるようにしてもらえたっていうのはものすごくね大きかったかなと、思います。続いてこれですよ、あのさっきのね演出が神っていうのと本当同じようなレベルのものなんですけれども、神話におけるギミックっていうことで円環変身などと書いてあるんですけれども、幻獣契約はこれも魅力の一つだと俺は思っていて、っていうのもあのね、まあこれもねやっていた人じゃないとねわかんないところなんですけれども、例えば原初の神話プロビデンスなんかも最初からそうなんですよ。あのね4階層があって、3階層でプロビデンス倒すと、で4階層でドラゴン形態になってまた出てくるんですよね。でその時にまた演出が入って変身のねあれが入るんですよ。かっこいいんだよこれがまた。そうっていうところでそういう演出があったりだとか、あとはねそのギミックっていうのはあのね、英雄神話とかそういうところの話になってくるんですけど、倒すと円環が機能してそのね行動順を上書きして行動してくるとか、そういうのもねあったりとかしたんですよね。それがねあの高難易度の神話をね攻略している上でものすごくね楽しかった部分ですね。いやこれはね本当にね幻獣契約ならではというかね、いや本当にこれね演出とねもう神話におけるギミックっていうのはマジでこれは幻獣契約の一番の特徴といっても過言じゃないと俺は思っております。はい、続いて、昔のキャラの潜在解放による一部の強化による適性ということで、まあもうこれはね今のアプリゲームにおいては当たり前のねことではあるんだけれども、あのね潜在解放というねそのキャラの強化によって、まあそのね神話の適性っていうのもねこうちゃんと作ったりとかもしていたので、まあスピネの剣は許さないけどねスピネの剣はマジで許さないけれども、まああの後半に登場した潜在解放とかはね本当に神話でも使えたので、そういうところではねものすごく良かったんじゃないかなと思います。何よりもあのイベントキャラクターの潜在解放っていうのも追加していたよね。やっぱりね、まあゲームによってはイベントキャラクターってそのまんまの性能だったりとかっていうところも多かったりするんですよね。なんですけれども、まあやっぱりその幻獣契約はやっぱりそのストーリー性をね大事にしているので、なのでねやっぱりその、ストーリーでイベントで出てくるキャラクターとかもちゃんとね潜在解放をね追加していたっていうのはすごくね評価できる部分なんじゃないかなと、思います。はい、続いて、これもねあの幻獣契約の本当にね素晴らしい部分だなと思っているんですけれども、最後に、編成種類と、スキルの豊富さによる、様々な攻略性ということで、いやこれがね本当に面白かった、まあ俺はねあの汎用パーしかね遊んでいなかったんですけれども、なのでねまああれではあるんですけれども、それでもねあの動画界とかで結構ね円環だったりとかリバースとかもやったりしていたんですよ。であのねゲームによってはさリバースっていうもので組んだら、例えばねリバースっていうもので組んだらもうそれしか組めないみたいなものって多かったりするんですよね。なんですけれども幻獣契約って通常のキャラクターにリバースのキャラクターを組み込んでもスキルの内容によってはプラスに働いたりとかもねするんですよね。でそのスキルの内容によってこうね編成の組み替えの自由さだったりだとか、そのね編成の種類っていうのも
あのね、まあ分かりやすく言うと、やってない人にもね、あの分かりやすいようにちょっと説明するんですけれども、その編成も何個か種類があって、例えば円環っていうのとリバースっていうのと、あとはね、天候パーティーとか、まあいろいろあるんですよ。で、まあそういうね、あの編成の種類の豊富さっていうのも、人それぞれ、ね、天候が面白いなと思ったら、それでこうね、極めることもできたし、円環が好きなら円環パーティーを極めることもできたんですよね。なので、そういうね、様々な攻略性を、ね、あの考えることもできるし、何よりも、あのね、なんていうのかな、ゲームによってはさ、リバースでしか攻略できないよ、みたいな、ね、ものとかもあったりするじゃないですか。なんですけれども、ちゃんと考えれば、いろんな攻略性があるので、円環きついなと思っても、円環でいけちゃったりだとか、そういうところもね、あったりするんですよね。そういうところがね、こう、キャラクターとの組み合わせとかで、いろんなことを考えて遊べるっていうのが、ものすごくね、あの、面白い部分だなと、思いますね。まあ、最後のことに関しては、俺はあんまりね、あの、汎用パっていうものからあんまり変えないで遊んでいたりもしたので、あんま言える部分ではないんですけれども、でもね、やっぱ、そういう、あの、様々な攻略ができるっていうのは、やっぱ魅力の一つじゃないかなと、思いますね。まあ、これがね、分かったのは、あのね、一時期、メインだけじゃなくて、サブの、その、なんていうのかな、サブの育成日記みたいなのもね、やっていたことがあったんですよ。で、それで、やっぱそのね、サブってさ、無課金でね、やるってなった時に、やっぱね、あるだけのキャラクターで遊ばなくちゃいけないとなった時に、やっぱね、様々なその編成で遊んでるっていうのが、いや、こんなにも面白いのかっていうところをね、改めて再認識したっていう部分があったんですよね。なんで、やっぱね、そういうところでやっぱ、このね、様々な攻略性っていうのは、あのね、ものすごく面白い部分だったなと思います。はい。ということで、まあちょっとね、この中で俺がね、大事だなっていうか、本当に、ね、戦闘をね、あのクエスト攻略をしていて、本当に良かったなっていうのは、3点ですね。演出が神と神話におけるギミック、それから、編成種類とスキルの豊富さによる様々な攻略性。これがね、もう本当にもう何回も言うけど神ですね。もうなんで本当にね、幻獣契約2ね、もう本当になんかね、復活してほしいなぁというふうに思います。はい、ということで、まあね、語り始めると止まんなくなっちゃうのでね、あのこうやってね、スライド形式の動画にね、変えて今やっているわけですけれども、これだとね、喋る内容が決まるんでね、あんまりこう喋りすぎちゃうっていうこともないので、ね、こういう動画の編集の仕方もいいでしょ？はい、ということで、ね、今回も最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、インスタグラム、TikTok のフォローやコメントなどお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。